え、ゆきちゃんちょっといてもらっていい？曲探すの。なんか白い蝶のサンバとかあの辺の。あ今日に限ってドタバタ。いつもよりドタバタ。やってまいりました。火曜日の夜、エリューの愛でサロブリーユ8万ルヨン。エコー入ってるよ。エコーは、あ、これか。あ、OK です。大丈夫です。わざとかどうなんですか。あ、本当。いや、マイク入ってる。はい、はい、お疲れ様でございます。やってまいりました火曜日の夜。びっくりしました、初エコー。え、番組のなんか冒頭でエコーがかかるなんて初めてだよね。こう聞いていながらびっくりしたというはぁ。ってでも途中でやめるわけにもいかず、今日はあのなんかね、山ちゃんとかがお休みで、あのゆきちゃんが、昼間担当のゆきちゃんがね、ちょっとサポートに入ってくれたりしてるんでございますが、はい、時折こう皆さんにもしかしたら姿がちらりと見えるかもしれません。お楽しみにどうぞ。てなわけで1週間経ちましたけど、そうですね、先週の番組ってどんな番組だった？先週はあの僕は途中参加だったので。あ、ハロウィンだ。はい、ハロウィンでした。なるほどね。そうね、ハロウィンだったね。なんかね、うちのおちびが連れてってもらって135個のお菓子をもらったとかってね、喜んでまいりましたが、はい、ですね。そうなんですよ。そう、結構少なかった方ですけどね。あー、あ、年々減ってますね、お菓子が。ね、あー、ね、そうそうそう、お菓子あげるところもね、うん、やっぱりなんかこう開ける方も楽しいかもしれないけど、こう回って歩きたくなるんでしょうね、皆さんね。ですね。はい、うん、今日は11月の何日になってます？何日になってますって番組。7日ですね。7日、はい、ということはあと10日でオフ会。あと10日ですね。オフ会。オフ会。わお、ちょっとね、オフ会面白い内容がちょっと続々入ってまして、それちょっと後半の方でね、お知らせしていきたいかなと思います。はい、はい、あとね、びっくりしたことがあって、私4年ぐらい前っていうか、 FM 小座の方で番組を、うん、ゆきちゃん椅子に座って座って座ってダメ、番組をなんだろう、やり始めた頃に、はい、ユーストの方の、番組でちょっとゲストで何か所か出たことがあって、はいはい、それをこの間ね、ちょっと、自分の番組チェックをしてる時に、ほうほう、 YouTube で入ってきたのね、それが、うん、あ、ちょっとどうだったかなと思って見てみたわけ、はい、そしたらなんとびっくりした。遅い。何が？あー、トークが。トークがですね。なんか質問されるたびに上向くの。みたいな。なんか自分で自分を見てもイライラしちゃうぐらい遅いの。何年前ですか？2年前。4年、4、5年前。はあ、遅かったんですね。うん。今でもこの番組中頑張って早く喋ってるのね、これ。うん、で、やっぱりこう、なんだろうな、何人かで番組やってる時は喋るスピードって正直あんまり意識してなかったわけ、私、はいはいはい、で、いざ自分がこう一人で番組を持つってなった時から、愛がベースチャンプルチャンプルっていう番組が一番最初だったんだけど、一人でやる、うん、それを始める時に、うん、番組でニュースを読む人、アナウンサーが1秒間に何文字言うかというのを数えたりとか、普通にこの頑張ってたんですね。なんか面白いことを話すときは何秒、こう1秒間に何文字かとか、はい、で早いと感じるのは何文字かっていうのをこう計算したわけ、はいはいはい、それから頑張ったね。すごいですね、本当に努力したんですね。したんだよ、こう見えて。でもうなんかあの頃の自分の映像を見て、うん、いや周りの人すごいなと思った、うん、よくぞあのスピードに耐えてくれたと。すごいですよね。今だって真似できないくらい遅いんだから。逆にやったら面白いかもしれないですよ。のもうワンテンポぐらい遅いの。すごいですね。びっくり。今でも結構ゆったりかなと思ったんですけど、でもラジオ結構急いでる。そうですね、うんうん、これ終わった瞬間どんなに遅いか皆さん。ってなりますね。もうなんか点々点々だよね。そうですね。まあね、
そんな感じで、はい、まあ、自分の成長を感じたわけでございます、この1週間。はい。そうそうそう。あと、昨日までちょっと福岡出張してましてね。ね、お疲れ様でした。いや、すごかった。本当です。もう、どっから話していいかわからないぐらいすごい。なんかね、やっぱりこう、いろんな、こう、正直に生きてたら、いろんなことが報われるんだっていうのを感じた。あ、だって、偶然があまりにもすごすぎる。ほう。行くとこ行くとこがすごくって、なんか一番最後に行った、ちょっとね、まだみんなに教えたくないんだけど、教えたくないんだけど、あるお寺の、なんかね、に、なんか紅葉がすごい綺麗らしいと。はいはい、でもなんかこう紅葉よりもなぜかそこに惹かれるものがあって、おー、そう、今の時期紅葉よりも、そうで、なぜかこうピピッとくるものがあって、うん、あ、行きたいなーって。でもエリューさん、こっちを選ぶかこっちを選ぶかですよって言われた瞬間、うん、いや、私の持ってるものだったら、うん、エネルギーだったら絶対どっちも行けるはずって内心思ったんだけどそんなこと言ったらなんかこうね、申し訳ないので、あ、じゃあ私は、うん、糸島の二見ヶ浦、はいはいはい、っていう夫婦岩があるところがあって、でそこになんか前日も連れてってもらったんだけど、もう一目惚れというか、うん、すごい気に入っちゃって、うんうんうん、で次の日ももしねできるんであれば、はい、もう一度あそこに連れてってほしいってお願いして、はい、で連れてってもらうことになったんだけども、はい、その途中でその話も出て、じゃあまあそれも行って、まあ、あともう一回そっちのね、うんうん、お寺の方にも向かっててダメなら諦めましょうと、うん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 、私内心絶対行けるしと思って別に横着なわけでも何でもなく、そう、絶対なんか行けるって、うん、できるできると思ってて、はいはい、そしたら本当に今の時期だったらもう第一駐車場、うん、第二駐車場もういっぱいで、うんうんうん、なんかもう入れないことも当たり前なんだって。ところが全然第一駐車場の本当に近いところまで行けて、ほう、そうで、紅葉もなんかこうもうピークではなくてちょっと手前、どっちかっていうと私そこが好きで、あ、いいですね、もう最高とか思ってそうで、このフェイスブックにはその行った場所のチラッチラッとこうちょっと情報をね、はい、写真でアップはしたんですけども、はい、まだ小出しにしていこうかと、うん、でそこのなんかこの千手観音だったかな、うんうん、それが御開帳だったのよ。この時期だけ10月3日から11月いっぱい、おうおうおう、もうなんか最高にすごいなと思ってありがたいなと、もうすごくなんかそのタイミングの良さとか、このなんだろう、引き寄せ、はいはいはい、あちらが呼んでくれたのがこちらがなんか呼んだのかみたいなぐらいの、でも出張どこ行っても私たちそうよね、そんな感じですよね、そう、なんかこう伊達政宗のなんちゃらかんちゃらみたいなのとかもう行く場所がそういうなんか年に当たってて全部見れちゃうんだよね。そう、エリューさんのこの運はすごいですよね。ある一つを昔してね。なんです？いいとこないよ。お疲れ様でーす。レッツ深呼吸のね、MC の方が、ね。ああ、そうなんですね。こうダンディーですよね。ね。で、女性の方はキュートだし。ね。ね、そうなんですよね。ね、そう言ってたら私も帰ってくるかと。そうですね。ダンディー。私ダンディー？自分にね。ね。オッケー。そんなこんなね、なんかこう、すごいなと思うことがいっぱいあって、はい、うんうんうん、もうこれを言い始めたら止まらない。で、素敵な人たちにもたくさん出会って、ソフトクリームをは買いに入ったお店で、うん、なんかそこで働いてる女性とまたね、会って、はいはい、ソフトクリーム1個買うのに40分かかったという。40分どういうことですか、それ。なんか おしゃべりが弾んじゃって、うん、なんかね、それでなんか盛り上がっちゃったというなんでまあ連れてってくれた方が、あれ、どうしたのみたいに来て、いつもの感じですね。あ、そうエリューさんナンパまあね、なんかこう人とすぐ仲良くなっちゃうよねみたいな、はい、そんなのはありますけども、そうですねまあ人とよう次にしますかね、次にします、テーマの時にでも使いましょうか。 OK、 じゃあ用意しときますね。なんかいい感じかなもったいぶって、なんか今日もったいぶりたい日かなと。あ、いいですね、はい、いい、そんなところで今日のテーマはレイ君の方からお願いします。はい、今日のはい、トーマって今日のテーマどうしたんだいちょっと緊張。はい、ですね、〇〇だからこれがやめられない。はい、例えば
例えばお酒だったり、はい、タバコだったり、恋愛だったり、収集癖だったり、そんな感じですかね。ねえ、うん、なんか分かっちゃいるけどやめられない。そう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 。ね、あるよね。カッパ入り線並みにね。そうそう。あ、この一口がまずいとか、夜10時過ぎててこれに手伸ばしちゃいけないけど、やいつやっちゃうのよって。ねえ、なんか3日目の体重計が怖いとかね。そう、1日飛ばしての体重計が怖いわ、みたいな。乗ってます毎日。あ、どっか行っちゃった体重計。じゃあ、もう全然私の記憶にない。なんかね、あの成長期真っ盛りみたいな。あら、もうどうしちゃったのか。縦に心が、あ、伸びしろいっぱい。いろんな意味でてなわけで、この番組はサイマル放送もやってるんです。サイマル放送というのはこのラジオでね、うんうん、はい、あの聞くのと同じ感じでこの BGM だったりも一緒に聞ける。ただこれは画像配信がないの で、 そ, うです、ね、そこがちょっとね残念かなと。でも画像配信はあのまた後からでも見ることができると、うんうん、そうですね、ね、FM 宜野湾を選んでいただいて、パソコンなどでねお聞きの方は FM 宜野湾のホームページに再生ボタンがありますので、あのそこをクリックしていただければこれと同じ状態で聞けますよと。やっぱり BGM 聞けるのと聞けないの全然違うよね、雰囲気が。全然違います。聞いてほしいですね、うん、あの目の頑張りを。そう、どれだけ BGM 頑張ってるかね。頑張ってるか。あの番組の正直、うん、8割7割は BGM で決まる。うん、そう、うん、いいね、私チューブ好きなのよ。焦らないで焦らないで、大丈夫よ今日はね、はい、本当に、はい、こんな日もいいさ。でも乗ってると思いますよ今日。ありがとうございます、はい。そんなこんなで、はい、あのスタートからのコメントレイクお願いします。はい、一服堂さん、はい、今日もこんばんはだそうです。こんばんは。はい、そしてジェイヨンさん、こんばんわこんばんわーんって、あのわーんって聞くと、うん、あの今黒猫ヤマトであのカードがあるんだよね、プリカが。はあ、でこれをあの5000以上お金をチャージすると、うん、このカードで支払いすると、うん、あの 10% 割引だわけ。へ、うん、でもねこれチャージするときにニャン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 っていう私それが聞きたくってで毎回分かっていながらこのニャン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 って聞くとって笑っちゃうんだよね、営業所に行ってすごいワンオンに対抗してって感じですね。なんか確かにね、あれチャリーンってワンオンするとワンオンってなるよね。なりますよね、うん、でもニャン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 の方が可愛い。そっちの方ですねそれは笑ってしまう。なんか別にね、なんかあれ知るわけじゃないんですけどね。そうなんですよ、何がよみたいなね。はい、よろしくお願いします OK です。続いては一服堂さん、1週間あっという間だったわね。あっという間だよね。あっという間、なんか気づいたらクリスマスだよ。本当ですよね。ハロウィン終わってイオンに行ったら、うんうん、クリスマスね。何あれ早いですよね。もう何あのハロウィンの準備でお財布が軽くなって次にやってくるのはクリスマスで軽くなって、次お年玉。あ、大変ですね。でうちもう一個ゲートがあって、はいはい、21日、うん、おちびのお誕生日だわけ。そうでしたね。ね、ね、もうあとレイ君のお誕生日もあるしね。あ、そうでした ね過ぎたわこれ、うん、でもまあね、ね、11月はね、もう一回やりますよ。何何何、あ、パパとママとやったのもね。あ、そう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 、やりました、やりました。そう、うん、まあ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 そんな感じでございますよ、ね、コメント続けてよろしくお願いします。はい、続いていきます。スカピーさんこんばんは、エリューさん、レイさん、ミサトさん、皆様はい、こんばんは。つかび調子はどうかな。確か今日ね、ちょっと病院の方に行ってるっていうのは聞いたんだけども。そうなんですね。なんかコメントくれるってことはいい感じなのかなね。はい、うん、はい、続いてジェヒョンさん、 NHK と民族に民法で異なりますが1分間に150から180文字。はい、ですね、あのこの普通のテンポで聞く普通の会話調に、うん、っていう時は文字は4文字くらいなんですよ、1秒間に。あ、え、はい、1秒間に4文字。はいはいはい、それでいけるんですね。そうで、ちょっと早口だなってなった時に、うん、5.5 から6、7文字だとかなり早くなります。
で、あの3文字程度でいくと、うん、ちょっとゆっくり。だから何か人に伝えたいとか、うん、なんかここはなんかちょっと聞いてほしいなっていうところは、はいはい、ちょっと3文字程度のスピードで話すとなんかいい感じみたいな。へー、はい、そうなんですね、はい、知らなかった。結構ゆっくりですね。そうそう、3文字っていうと普段の私。あ、なるほど。いい例えですね。そう、うん、だからよくね、私の話が終わる前にみんなが入ってくる。せっかちな人多いですからね。あのね、うん、私の周り 97% ぐらいせっかちな人ばっかり。せっかちじゃない人を探す方が簡単なぐらいじゃないですか。なんかね、で、難しいぐらいか、うん、うん、なんかそれが周りなんでだろうねって言ったら、あのエリアさん遅いのにそこに合わせた人が来たらこの世の中回りませんからって言われてバッサリ切られてね。まあ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 、そんなことね、いいんですけどね。そんなことないですよね、はい、多分幸せにいくと思うんだけどね。はい、うん、はい、あ、次まんはい、神々人生送りバントさん、はい、こんばんは。エリアさん、はい、今日セクシーっすね。あら、まあなんだろう、今日白 T のだけなの。いつもよりアップですか、だからかな。あ、そっか、こんな感じよく見えるの。すいません。今日ね、あのゆきちゃんがあの準備してくれたんですよ、この配置というかね、うん、だからあのちょっと違うかなと、うん、正直モニターも見やすくて私は助かるかと。ね、そうですよ、結構ね、見えなくてこう目を細めて近寄っていくみたいなね、うん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 、モニターだけですよ、私が近寄っても逃げないの。もう物ですから。あ、まあね、もうだから物だけで私の周りはこう囲っていくみたいな。深いでしょ、なんか、ね、近い人しかわからない。そうですね。寄せつけないし寄らないし、そう、そんなことないですよ。はい、まあね、なんかこう皆さんとこうやって2時間トークしていきたいと思います。 もちろん思いっきりね、愛をあふれさせながら、うん、もちろんテーマにかあの関したことだけではなく、今ちょっと気になることだったり、うん、ああこれちょっとな、前に住みたいんだけどなみたいなことがあったならば、そんなことでもいいし、うん、あとどんなこともいい？なんかね、愛してるよって言ってほしいとかね。そうそう、ね、癒されたいとかね。そうそう、うん、あとは？いや、癒せる二人ですからね。そうそう。なんかね、ぜひなんかこう俺の名前を言って、私の名前を言って愛してるよって言ってほしいっていう人は、あのどうぞリクエストください、ね、あとそうですね、なんかこんなに頑張ってるのに俺褒められてないんだよなこの頃っていう方もどうぞ、俺のこと、私のこと褒めてちょうだいっていうコメントも OK です。はい、はい、愛のあるものであれば全て OK、はい、そんなこんなね、これからもやっていきたいと思います。では後ほど。どうした？曲がコンピューターがうまく動いてくれなくて、うん、あ、でも次あれは行きます、すぐに、さっきの人とよ、うん、じゃあそっからまるまるがやめられない、はい、すぐ行きますね。あとなんだっけ、あとなんかいろいろあったよな、やめられなくて夏だっけ、あんなのもあったよね、うん、そう、サザンの歌とかもいいよね。ね、サザンならすぐあるので、うん、ちょっと、じゃあ手なわけで行きますか。ちょっと不具合が起きてますので、はい、マイク入れます。はい、なんか今日はどうしたの、あ、どうしたんだろうっていうか、今なんかね、ちょっとうまく切り替わらない、へへへって感じなんですけど、あの、なんだろう、うん、今回行ってた時に、うん、知り合いの、ナビが動かなく、うん、動いてるんだけど、全然ね、機能しなくなっちゃって、は、例えば、宜野湾の普天間に行きたいと、はい、なのになぜか那覇に連れて行かれるみたいな、 ありますよね、うん、でそれが私が乗ってからですよっていう、ね、そういうふうに言われて、うん、私のせいなのかなって。でもなんかそんな経験はありますけどね。ね、ここからは今日のテーマであります、レイ君、はい、〇〇だからこれがやめられない、はい、ね、結構なんか
さっきも言ったように分かっちゃいるんだけどやめられない。ね、あるよね。ありますよ。ありすぎてどっから言ったらいいのみたいなね。そんなどっから言ったらいいのっていうことがこう語り始めると止まらなくなるので、その前にいただいてるコメントお願いします。 OK です、はい、人生送りバントさん、今日の疲れが一気に吹き飛び寿命が伸びた気がします。ありがとうございました。どういたしまして、愛してるよ。そしてマナミンさん、おはりんごです。かわいい、マナミンさん毎週かわいいよね。もう今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。いやー、ほんとまるまるだからやめられない。レイ君何やる？あの僕、うん、ちょっと気持ち悪いと思う方もいるかもしれないですけど、爪髪、なかなか多いよね。なかなかこう、うん、一回あよしできたと思ったらこう気がついたとか多いよね。爪かみしちゃうっていう人多いですね。寂しいって言いますよね、不安とかね、うんうん、緊張してる時よくありますね。あ、うん、私いつ緊張するんだろう。待って、いつかな。わかんない。私あの例えば誰かに会うじゃない、はい、初めて会うとか、そうすると、うん、会う時平気なの。結構会うとき平気で、会うとき平気で、その前が緊張する。うん、違う、会ってしばらくすると緊張してくる。あと、じゃあねって、ね、じゃあねって、楽しかったよとかって言ってみんなでバイバイなんて言った後に、あ、なんか急にガタ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 して緊張してくるの。そうなんですか。そう。え、なんで？わかんない、なんかいろんな意味で遅いかも。エリューさん緊張するんですね。うん、いつだったかな、緊張したの。そうなんだ。うん、いつ緊張したかな。なんか緊張しないイメージですけどね。どういうことよ。なんかいつもなんかこうおおらかというか、うん、こう構えてる、ドンとほらこう構えてる、落ち着いてるというか、動じないっていうイメージはありましたね、最初。ああ、うん、どの最初。結構いっぱい最初があったからね、私たち。そうですね、うん、2ヶ月前。なんかね、もうね、うん、初めての人、そんなにああって思った人特にいないかな。あれ、緊張したかな、思い出せないな、誰だろう。なんかね、なんだろうな、なんだろうね、何ですか。こう初めての人でもすぐお友達になれる自信がある。あと、なんかこう嫌いって言ってても会ったら絶対好きになるだろうみたいな、そんな感じがある、私の中に。そうなんですか。うん、うん、なんかその辺はあるな。いや、例えばさ、よくあるのが、うちの親がとか言ってて、ふーんって言ってて、うん、会うとやだーみたいな。あ、それはありますね、確かにね。うん、確かに確かに、うん、あのびっくりしました、こっちの方が緊張してるみたいな、全然知らない人なのにみたいなね。うん、うんうん、なんかほら、みさとちゃんのお父さんとお母さん、そう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 、みさとちゃんは、うん、いや、うちの親は結構固くって、エリューさんでも多分ちょっとねって言ってたのに、うん、どうもこんばんはみたいな。どこからの政治家かと思いましたよっていうのが最初の挨拶だったから。あ、確かにね、うん、お父さんがね、ね、もう存在感のある、うん、すごい、ね、素敵なね、ダンディーで素敵な方でした。お母さんがまた綺麗なのよ、うん、なんか可愛らしい、可愛らしい、うん、可愛らしい、こう綺麗な人でしたね。なんか思わず二人だけど話して、あ、ごめん、みさとちゃん忘れちゃったみたいな、ごめんよみたいな、そんなのがありましたけどね。はい、ね、そうだ、なんか私、なんだろうな、忙しいのについついフェイスブックを今やんないで終わってからやったらいいのにって思うのに、時間ないのにフェイスブックをいじっちゃうっていうことがあるの。ありますね。そう、あれフェイスブックは、ね、あれも依存症ですよね、あれね。なんかね、でね、私結構写真が好きで、うん、で、こう、なんだろう、2週間ぐらい前に、うん、あの徳島の方ですっごい花を綺麗に撮る方がいて、はい、で、私今こう、あのプロフィールのところの写真をコスモス結構チェンジしてるんだけど、あ、そうですね、あの写真を撮ってる方が、あの、なんだろう、その花を撮るのもとっても素敵な人で、もう素敵ですよね、すごい透明感があるの、あれね、あの、うん、どっかから画像を切り取ってきたとかではなくて、そう、すごいですね。で、ちゃんとお願いをして、こうシェアさせてもらって、使っていいですかって OK もらって、うんうん、でね、ちょっと今朝起きた時、私ちょっと
心がピューって秋風が吹いてたのね、あれなんだろう、私別に寂しいことないはずなのに変だなって思ったら、ちょっとお名前は言っていいのかどうかちょっとね、確認してないのであれなんですけど、はい、東京にお住まいの方で、はい、F さんっていう方がいて、はいはいはい、この方は鳥を捕るのが上手、鳥、そう、なんかね、それすごいですよね、そう、なんかこうほっこりするっていうか、うんうんうん、ほっとしていいんだよって言われた瞬間のような映像なの、へー、うん、で、すごく素敵で、なんだろう、こうで、気になって、ニュース、なんだっけ、はいはいはい、ニュースフィードのところで見て、うんうん、ちょ気になったからその人の FB にお邪魔して見てったら素敵で、すごく写真が、うわ、なんか鳥の声とか、この鳥がなんか毛づくろいというか羽を整えてるような仕草のこの音まで聞こえそうな写真というか、へー、うん、へー、もう動きを感じる、動きそうな、そう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 、プロなんですか、え、アマチュアって言ってたよ、へー、うん、そしたらね、なんかお気に入りの一枚を今日写真プレゼントしてくださって、はいはい、え、これちょっともうちょっとしたらこれ FB に使っていいかどうか聞いてそうですね、ちょっとこのプロフィールのところに、なんかすごいね、なんかこう、うん、なんかこう、なんだろう、夢のあるというか、夢がその草原に広がっていくような雰囲気の花と小鳥の写真だったの、へえ、素敵だった、超かわいい、すごいな、うん、あれって忍耐ですもんね、鳥の写真撮るってすごいよね、呼吸合わせないと撮れないもんね、そう、時代と、あ、時代だ、時間と、うん、なんだ、なんだ、自然と一体感ね、うん、私はなんか光を撮るのがあれで、あ、うまいですよね、リュウさんね、光かな、全部光、うん、で光の中にいろんなものが映ってて、うん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 、なんかこれってさって、不動明じゃないって言ったら息子がお母さんじゃねえのって、え、何何それ何ちょっとみたいな、さすが、なんか嫌なやつとか思ってね、さすがだな、本当にそんなんですけど、はい、ね、そうだから、この忙しいんだけど今やんないでおかなくちゃって思うんだけど、ね、FB 見ちゃう、わかります、うん、トイレに入ると、うん、ちょっとしたゲームあるじゃないですかトイレに携帯持って行っちゃダメよ長いんですよ僕トイレ持って行かないと集中するから早くなるよ、本当です、うん、何回かやったんですけどね、私消防士になれるそこ目指してます、ちょっと頑張りますはい、皆さんからまたコメント入ってますね、はい、入ってますね、はい、まなみんさん、こちらこそよろしくです、よろしく、はい、そして一服堂さん、はい、時間差、緊張って、ね、なんでだろうね、ね、私の体内時計どうなってんのかな、多分ただいまの時刻とこの何か感情に気づくという時計が2つあるんだはず、はいはい、私、あ、なるほどね、だってこの緊張ならず恋愛もそうだし時間かかるの何でも、でも感動はその場でパーンって感じる、なんだろう、エネルギーですかね、その人が発するね、うん、時間差で来るんでしょうね、相手も、じゃあ、うん、あ、わかんない、違う、相手のエネルギーは時間差で来るって感じか、わかんない、なんだろうな、なんでしょうね、一番私が苦手としてるものは後回しになってるだけだろうななるほど、だって他の喜びとか感謝とか、うんうんうん、そんなのはちゃんともうね、バッチリその場で来るから、うん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 、ですよね、早い、うん、ですもんね、うん、エリューさんの喜怒哀楽があるのはすごい好きですねすぐ見れるから褒め言葉ですよ、はい皆さんそんな感じですよ、ね、はい、続いてまなみんさん、はい、会話の沈黙が一瞬でもできたらとりあえず挙動不審になるかも、あ、前そうだった、ね、だけど今だと沈黙になると休憩していいっていうそれいいですね、そうするとへーって、うんうん、でそこからまた相手が喋り始める休憩なしねってまた言ういいですね、お笑いに持っていきますね、なんか別に私ね、みんな私言うと笑うとか言うんだけど、うん、私が言うとみんな笑えるよね、笑いに持っていくよねって本人意識してなくて、うん、至って本人真面目よそうなんです、そう結構必死に答えてるから、まあそうですよね、え、うん、どっちよ、何に対してもでも真剣なのは確かにそうだなと思いました、うんまあね、そ
ね。だってさ、昨日帰ってくる時飛行機ね、みさとちゃん私何時の飛行機、空港まで何時に行くの、それで電話で聞いたのね、みさとちゃんが全部ちゃんと福岡に一緒に行ってる時に、うんうん、この封筒に入れて全部書いてくれたのに、はいはい、みさとちゃん、うん、封筒ないど私どうしたら飛行機乗れるのみたいなエリさん最高私一人なんだけどどうすればいいのみたいな電話よかったですね、つながって多分みさとちゃん私が無事に沖縄に戻るまではって思って携帯離さなかったのかもしれない気が気じゃないと思いますよそう、きっとみさとちゃんがまるまるやめれないはエリュさんの面倒を見るのをやめられないなきっとね、もうあの快感に変わってきてますからねだってさ、エレベーターとか乗ってもエリュさん止まりますよ、止まりますよ、次止まります、出ますよはい、右足から、はい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 、ね、3人で動いててもそうだよね、なんか、あれ、そろそろお腹すかないだからきっといいんですよ、皆さんもいろんな〇〇やめれないということをどうぞお寄せいただけたらね、はい、そうですね、はいはい、はい、コメント来てますね一服堂さん、あー、わかるって、そうですよね、今しなくてもいいことついやっちゃうね、あるんだよね。ですよ、いやね、はい、何でしょうね、急いでる時こそやっちゃいますよね。ね、じゃ あと5分で出なきゃいけないよっていう時に、はい、シンクの掃除しちゃいますね。わかる。わかります。わかる。とってもわかる。もうなんかね、わかる。はい。そう、掃除とかね。はい。掃除もそうだし、靴並べたりとか、はい、靴の掃除とか。あ、出る瞬間にやっちゃいますね。わかる。今の東京に住まわれてる F さんという方を、はいはい、ね、写真が GO でって、そしたらメッセージくださいましてね、野鳥の撮影は忍耐とパートナーの方がおっしゃっていましたが、うん、いやいや鳥を待っている間も癒しの時間です、釣りと一緒じゃないでしょうかね。あ、素敵ですね、その言葉が。なんかその光景を近くで見たいと思ったけどダメだ、邪魔しそうと思ってもうこれからも写真のアップ楽しみに待ってます、はい邪魔しないようにこっそりこちらの画面でチェックして、ね、うわーとかね、そっちの方がいいかな、そう、邪魔しそう、飛んできたとか言いそうはぁーとかちょっとエリュさん黙っててみたいなこの人がどんどんストレスを抱えていっちゃうようなね、そんなことはしないようにしてると思います。でも本当素敵な写真なのよ、うん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 、みんなにどうやって見せようかな、でもどうしようかな、あ、ちょっと一人でちょっと一人占めみたいなもうちょっとしてね、いいですよっていう許可が出たら皆さんにもちょっとこうニュースフィードの方にもねアップしててお見せしたいかなと思うぐらい素敵な写真なの。そうなんですね、うん、早く見せてくださいね、ねえ、うん、すぐ一人占めは5分でわはい、そんな感じでございます。ジェヒョンからの声の方をいただきました。延長できますね、ありがとうございます。ありがとうございます。確かにトーク切れないというのは、うん、なんとも流れがねスムーズにいってありがたいことです、うん、はい、うん、そうなんだよね、この番組って不思議とツイキャスとかは30分で声がないと、うん、切れちゃうと。もうほうほう、あ、そうなんですね。あ、すごい、写真はどうぞご自由にって。あら、いや、ちょっと明日から皆さんエリューのなんだろう、 FB、 あと、うん、もしくはエリューの愛でサロブリーユの方の番組の Facebook のページご覧いただけたら、うん、こちらの F さんの写真をご覧になれますよ、うん、もう癒される。いいですね。なんかね、風も感じられるし、うん、なんかこう日差しの柔らかい日差しも感じられる。あ、いいですね、うん、そう、うん、あー、いいな、私も行きたい。すごいな、もう待ってる時間さえもエンジョイするって、それが出てるんでしょうね、写真に ね。そっか、そうだよね、うん、なんかね、そうなのよ、うん、いい感じで ね、楽しみに待ってます、うん、そう、私、なんか田舎に住んでたので、はい、前、朝起きると、はいはい、庭にすごく鳥が飛んできて、うん、それを見てたら、はい、ね、気づいたらとんでもない時間になっててどうするんだみたいな
ことがありましたからね。もうずっと見てられるんですね。見てられる。空もずっと一日中でも見てられる。あ、空はわかるかも、うんうん、そう。お腹が空かない限りずっといられる。おトイレに行きたくならない限りずっといられる。そうですね、うん、ありますよね。なんか飽きない。そうすると、ね、うんうん、そう、いいなって思うな。はい。一服堂さん、はい、写真楽しみにしています。本当楽しみにしててください。はい、ね、ね、そう、本当素敵なの。楽しみ。でもまだ見てないので、うん、なんかね、みんなにすぐ見せたいんだけどな。うわっ、うわっ、すいません、一人喜んでしまいましたが、皆さんに今日中にアップして、ね、ご覧いただけるようにしたいと思います。はい。他にレイ君、まるまるなかなかやめられないこと。昔だったら、うん、こんな例でもタバコ吸ってたんですよ、うん、あの時はやめたりやめなかったりでなかなかやめれませんでしたね。やめたりやめれなかったり、やめたり、ええ、やめたり、やめたり、復活したりを繰り返してました、うん、結局やめれないで4年とかやってましたね。あ、でも1年吸わないで、あ、もう、うん、もう大丈夫だろうと思ったら、うん、私ね、どんなに素敵な人でもタバコの匂いがダメなの。そうですよね、うん、そうなんです。やめて気づきました。なんかね、吐き気してくる。そうですね、うんって。うん、確かに。そう、うんうんうん、わかります。なんかやめてよかったと思います、ね、ご飯食べに行って、うん、どっからかそこのレストランは禁煙でも、うん、誰かの服からタバコの匂いしただけでもダメ、うん、そう、わかります。あの通った瞬間の、うん、ダメ、ね、タバコが、うんうん、あれダメですね。え、そっか、やめれなく、で結局やめれたのはなんで。沖縄帰ってきてもまだ吸ってたんです。うん、美里と出会ってからですかね、やめたの。はい。ああ、なるほどね、うん、そっか。私がやめれないものってなんだろうな。小麦。あ、やめれてる。あ、やめてます。うん、すごいな。あの小麦もね、食べちゃいますね。うん、あのストレスがたまると食べたくなる。あ、そうね、うん、そうですね、うん、でもこの私ちょっと体の関係でグルテンアウトになってるんだけど、うんうんうん、痛みとか出ちゃうから、うん、でもね、それがある程度だったら、このぐらいだったら、もちろん 100% は無理なんだけど、いろんなものに入ってるから、うんうんうん、あのお醤油にも小麦入ってるし、うん、だから、あ、そうですよね、そう、なかなか 100% は難しいんだけど、自分の中で 97% から 96% カットしてる、ね、もうほとんど、もう小麦のパスタとかピザは食べない。うん、すごいな。で、まあ、なんだろうな、どうしてもっていう時は、うん、あのうどんは大丈夫だった。あ、でパンもあの1個ぐらいだったら大丈夫だった。あ、なるほどね、うんうん、その量の加減を見ながら。でもしょっちゅうは食べないし。そうですね、月に1回、うん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 、か2回。そうね。あと分かったことがある。はい、何ですか。食べる相手。ああ、なるほどね、うん、そっか。で、あともう一つ、私はこのグルテンを吸収しませんって言ってから食べると。なるほどね、吸収しない。なるほど、いいですね、それね、うん、で体も痛くならないし。すごいな。そう、あれ思ったんです、うん、この間誕生日の時に、うん、あの食事に行って、うん、手作り、手打ち、あの生パスタ、はいはいはい、あれ食べた次の日はピザも、ピザ食べたんです。でも手作りで手打ちだったんですよ、うん、そこで。その時は結構体調は大丈夫でしたね。そんなもんよね、やっぱり、うん、いろんな添加物とか入ってたりとか、うん、特にあの小麦とかすっごい農薬使うわけじゃない。そうですね、その辺とかもねあると思います、ね、うん、農薬とか防腐剤とかね、うん、よろしくね、レイ君、粉お願いします。 あれですね、はい、あ、そう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 、ありましょうね、はいはい、食べたいものがあるの、はい、あ、作りたいものですか、うん、ちょっとね、今月お誕生日があるのでちょっとケーキを作りたいなと。そうですね、うわぁ大好きな人たちの誕生日が多くってね、今月は ねいい季節に生まれてきましたから ね, ね, ね、はい、はい、一服堂さんから入っております。はい、来てます。一服堂さん、やめられないこと、はい、子供の時からシャープペン集め、あ、ね、書きやすいのに探してたらついついいろいろ買っちゃう。
新製品なんか出た時には速攻買います。あすげえ100本ほどのシャーペン嫁入り道具にへなんかさ私もついつい文房具集めちゃう。はあ、ね、あね、うん、結構レイも好きな方ですね、うん、あのペタペタ目も好きですレイは。かわいい使い勝手いいんですよね。なるほどね、うん、はい。そして一服堂さん今でも買い続けてしまってる 0.2 ミリから 1.2 ミリの太さまで、はい、すごい 0.2 っていうのあるんだ。私 0.3 までしか知らなかった。 0.2 あるんですね。ね、折れないんですかね。きっと大丈夫なんだ。あの大丈夫だと思う。ただ、うん、私あのブルーで書くと、うんうんうん、インクがブルーとか芯がブルーとかで書くと、うん、脳に対する反応がすごく良くって記憶が、うん、できるらしいのね。でも、うん、シャーペンのブルーの芯は弱くてダメ。あ脆いですね、うん、すぐ折れる、うんうんうん、だから全部もうボールペン、うん、ブルーの、うん、ですね、うん、確かに、うん、はい、いいな、すごいな。続いてジェヒョンさん、やめられないこと、入浴中のビール&寝る前のビールずっと飲んでんじゃないの入浴中のビールは確かにね、気持ちわかりますね。でも酔うよね。入浴中は酔いますね。ね、出た後も酔いますね。出た直後のビールとか、あ、なかなかしないんですけどね。私今はもうほとんどビール飲まない。あ、本当です。うん、あのむくむし、はいはい、しんどい。あ、そうですね、うん、ウイスキーはむくまないし悪酔いしないし次の日も平気、うん、エリューさんが飲んでるウイスキーは本当上等ですね。あら、美味しいし。どうもすいませんでもね、なんかね、ウイスキーのほら言ったじゃない、はいはい、そう、私お酒集めるのやめらんないの。あ、そうです。そう、ビールとかも今ご当地ビール出てるじゃない、はいはい、山梨とか、ね、うん、どこどこって。私あれ結構集めてて。そうなんです。で、あ、置く場所なくなって困ったなと思ってクローゼットとかに入ってんだけど、うん、で結局ビール飲まないのにそれ集めてて、まあいいや、集めてんだからいいなと思ってたら、うん、この間 FB で私もこれ集めてますよって言ったら、飲んだら缶をね洗って取っとくんですって言ってて、はい、そっかって、うん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 、私そのまま集めてたと思ってで今までのなんかそのご当地ビールって結構、あ、これ美味しいと思ったのが名古屋。ああ、名古屋、名古屋の一番搾り美味しかった。へー、濃ゆくって。あ、濃いの好きなんですね。あの、なんだろう、濃いって言ってもね、なんだろうな、美味しいのよ。はいはい、あれは美味しかったな。で、名古屋のこうちょっとね、安い店っていうお店あったじゃない、うん、あ、よ、あそこの小袋を食べながら、そう、あれいいですね。名古屋の一番搾り飲みながらね、笑いがね、たまらないという美味しいもの食べてるときは特にね。ねえ、でもそう、ね、私ね、日本酒もビールもこう、なんだろう、うん、ウイスキーというか、あのリキュールとかいろんなのをとにかくお酒を集めるのが好き。あ、うん、うんうんうん、もう瓶で、うん、もうなんか、かわいいですからね、お好き、うん、でそのね、ウイスキーのクラブがまたいいのよ、グループが全部ハートつけてるやめられない。はい、はい、コメントまなみつさんやめられないこと、カラオケ中毒です。あ、久しく行ってないな、ね、今密かに、はい、エリューさんのカラオケコールがいつ来てもいいように練習してますよ前までね、あのカラオケもう久しく行ってないって言って何も歌えなかったので。え、レイ君のあのセロリよかった。あれよかったですね。いい、うん、うん、箱に入れてます。うん、あれちょっと今日行きますか、終わったら。いいですね、ちょっと挨拶にも行かなくちゃいけないので。そうですね、ね、行きたいと思います。そうね、まるまる、そう、なぜでしょうね、このまるまる、なんかどうしてもなんか分かっちゃ、ね、いるんだけどね、うん、やめられないのよねって。そうなんですよね。言うの、なんでやめられないのかな。あれなんでですか、エリューさん。なんかそれって結構やっぱり自分の癒しになってたりするんじゃない。なるほどね。だから無駄なようでやめられない、うん、確かに、うん、なんかさ、分かっちゃいるけどっていうのは、これをやらなかったら、うん、もっと他のことに時間使えるのにとか、他のことに予算回せるのにとかね。でもやめられないっていうのは、それが自分の心の安定を図ってるんだろうなみたいな。ね、うん、だと思いますよ。あと、うん、やめられない自分とか、うん、はぁ、もうって言ってる自分に酔ってるとか、うん、会話が生まれるじゃないですか
なるほどね。あの思い返すとありますよ。あのよく愚痴ってた頃とかね、うんうん、よくあの LINE でグループで盛り上がってるなと思ったら愚痴ってたりとかね多分自分にこう酔ってるんでしょうねなるほどね。っていうだけかな私どうだろう、うん、なんか分かんないもう愚痴る時、うん、なんだろうな、分かんない、どうなってんだろう自分その時、落ちてるから意識ないでも分かってるけどやめられないような丸々がやめられないっていうのはやっぱり本当ご褒美だったり、あ、ね、そうですね、無駄なように見えて大事な部分なのかもしれないよね。そうですね、そっちの方が、うん、どうなんでしょうか ね、皆さんどうです、なんかやめられない理由をちょっと考えてみたら何が浮かんできます、なんでしょう ね、恋愛とかだったらダメンズに引っかかるとか、あ、ダメンズ正常期とかね、正常期とかね、ダメウメンズ正常期とかね、ね、うん、そういますよね、うん、尽くしすぎちゃうとかね、そうね、そう、なんかお互いに痛いね優しいですからね、そう、優しすぎるんだろうね、うん、私たち、うんうん、そう、ちょっとここからちょっと卒業しますか、そうですね、ね、うん、卒業して、うん、どうすんのどうすんのエンジョイする、エンジョイ、もうなんか2人で肩組んでウイスキー飲んでますみたいな、もうね、そんなこんながありながら、はい、あのなんか、あ、これは本当になくていいなというものは皆さんも気をつけて卒業してくださいはい、まあこれぐらいならいい、これぐらいならいいだろうと思うようなことはどうぞ継続あり、ね、OK、はい、後ほど、はい、まさかそこで恋愛行くかごめんすいません、なんか出てないのは恋愛かなと思って、なんかうまく時間内で収まったなと思ったら深いのやってなかったんだね全然悪くないお酒行った、タバコ行った、収集癖行った恋愛行くって思って、うわ嬉しい、福道さんはあ、いいですね、なんか今日すごい喉乾く、なんかね、飲んでます、これ飲みます、あ、え、で、レイ君飲んないんじゃない、で、大丈夫ですよ、すいません、あ、飲んじゃった、すいません、すいませんみんな何やってんだろう、はい、ちょっと、ありがとう、ごめん、いや、なんか今日ダメ、喉乾く、いつ、りょうちゃんのコーナーはいつです、8時になったら、うん、8時ですね、さとすぎですね、では、今 BGM 何があります？今、さっきのオールディーズ、じゃあ、うん、それかけますか、 OK です、で、ちょっとフリートーク行って、 OK、 いきます、いやー、なんかね、うんうんうん、今日はなんか時間内にテーマが終わったぞと思ったら、あ、一番苦手な深いところに入っていきそうな恋愛残ってたんだと思ってなんかね、あ、ね、さらりと流しましたけどねそう、あ、そうだみたいな、レイク来たなと思ったよね、そう、聞かんでおこうと思ってそう、なかなか私は始められないことって言ったら恋愛かな、うん、ですよね、二の足三の足、あー、そこで足踏み状態になってみたいな、とかね、そう、聞こえない聞こえない、何と言ったみたいな、そんな、どうぞ皆さん任せますよみたいな皆さんが楽しんでくださいみたいな、ね、そうですね、はい、うん、一福堂さんからのやめられない話で嬉しいコメントが来ております、はい、よろしく、はい、一福堂さん、あ、毎週この時間の FM 技能は聞くこともやめられないわ嬉しい、ね、嬉しいけどその後のコメントちょっと良い人してみましたいい、福堂さん、ちょっと後ろから押していいですか膝かっくんでもうそんな恥ずかしがらないでほしいなと思いますいやもうね、なんだろうね、うん、いろいろありますが、うん、でもなんかこうやって振り向いて振り返ってみると、 そうですね、そのなんかやめられないことで、うん、結構楽しかったこともあれば、そうですよね、なんか今の私たちを作ってるのかなと、うんうんうん、思いますね。あと気づいたのが、今日 BGM テーマで昭和のアイドルの曲とか結構使ったりしてたけど、はいはい、うん、昭和の歌って言って変だけど、うん、よくよく歌詞聞いてみるとストーカーじゃないありますよね。もうすぐあなた私こっちを振り向かせるとか、待ち伏せもそうじゃない、うん、あ、そうですね、そうですね、
待ち伏せありましたね。ねもうそうだし、あと101回目のプロポーズのドラマもそうだし、あれしつこいですよね。そう、よく考えたら、うん、普通101回はプロポーズしないでしょ。ね、何回チャレンジできる？あーでも俺もやっちゃいそう怖いですね。3回で諦めようかな。3回。私どうしようかな。どうしようかな、うん、分からん。女性の方が結構きっぱりね行って次に行きますからね。結構男性の方がね、うん、あれだったりしますよね、うんうん、私どうかな。もうバッサリ終わるけど次には行かないという、うん、引きずってるわけでも何でもないんだけど、はい、なんか今は本当今楽しいじゃない私。そうですね。なんでこんなに楽しいのっていうぐらい楽しくて、うん、そう今時期ですよね。時期今どんな時期ですか？楽しい時期波に乗ってる時期ちょっと大きめのねパドルボート買いましたからみたいな波に乗ってるっていうね。そうそうそう、だから本当楽しい。そうそうそう、確かに仕事もなんかこう終わってよしちょっと休憩って思ってるし、もう次の仕事が待ってるので。確かに私大丈夫かな体って思うぐらい。本当に気をつけてください ね、 ね休みもね合間合間に、休みも仕事のうちですからね。だって来週なんて14日までうちの母親がいて、その入れ替えにね、生徒さんというかクライアントさんが来て、うん、でそうで14から18まで行って、その間の17のあのあれですからね、何でしたっけ、オフ会。オフ会忙しいですね。でも14の夜から一緒だよ。そうなんですよね、忙しいですねってあなたも自分に言ってるっていうねえ、あのコメント来ております。はい、はい、まなみんさん、はい、異次元の世界へはどの部分？どの部分だ？どの部分？まなみさんどの部分？あの昭和の歌の話かな。そして一服堂さん、恋愛振り向かせるまで必死になるけど振り向いたら冷めるみたいな。かっこいい。ああね。若い時はね。若い時はそういう感覚がどっかにあったかもしれない。そう、ゲーム感覚。ね、うん、ちょっとおかしなイントネーションになりましたけど、でもまあ、うん、よくねそういうのは若い時に誰でも通るところなのかなとか思うけど、私なんてどっちかっていうと気づいた頃に相手がいないっていう。あれなんかこう、あなんか一緒にご飯食べて美味しいし、なんか会うのなんか嬉しいしって、うんうんうん、もうこんなに時間経ったんだって思っちゃうし、あれなんか会えないと寂しいし、あなんか電話で話して嬉しいしとか、もしかして私これって好きなのかなみたいな気づくのはとにかく遅い。一通りやってからって感じですか、一通り一緒に過ごして振り返ってみたらみたいな感じです。なんかこう一緒にみんななんかわー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 一緒に、うん、あれなんかあの人の話聞くと嬉しくなるとか、声聞くと嬉しくなるとか、あなんか気づくと見てるとか、なんかこうあ一緒に入れて楽しかったとか、こんなのなんかあれあれあれってこう数えてるうちに、これって私好きなのってその人に聞くとそうじゃないとか言われるパターン。なんかあれですね、純愛な感じですね。すいません、なんかね年は結構重ねてるのに。立派な大人です。はいはい、そうですね。あはいはい、タロちゃんからあのコインいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これは何て読むのかな、あジルチさん、ジルチさんでよろしいんでしょうか。でしょうか。なんかツイキャスの音声がおかしいようなというあのお話が来ております。宜野湾のスタッフの方ちょっと見てもらってもよろしいでしょうか。お願いします。はい、はい、続いて一服堂さん、うん、あ私もいい年なのに大人になれてないや。一服堂さん素敵ですよ、うん、素敵だと思う、すごいかっこいい女性。あそうなんですね、かっこいい、お会いしたいな、オフ会来ないかな。はいね、あそっか、やっぱりノイズあるかもですね。なんかね今日なんかマイクの反応があれっていう感じは喋っててしてたんだけども、ね、どうなんでしょうか、スタッフの方はお見えになりません ね、 ね、はい、ちょっとレ君あのスタジオから呼んでもらっていいですか、はい、ノイズどうかなっていうのは、まあそんな、うん、そこから呼ぶぐらいで大丈夫だと思う、うん、そうね、確かに確かにね、いいよ、そっから大声で。すいませんすいませんなんかあれかな、レイ君なんかはい、
何でしょう。どう、レイ君の中で恋愛ってどんぐらいのポジションというか。結構大事なポジションでしたね。だよね、そこってなんかね、ノイズが入ってるらしいの、ツイキャスに。ツイキャスに、うん、何でしょうかね、何も触ってません。まあちょっと続けてみます。はい、お願いします。そう、そう、確かに恋愛がうまくいってると、あの、何が起きても結構楽しく動けてるよね。そうですね。ね、うんうんうん、なんだろうね、あれって。あれね、そう、うん、例はね、特にあの振り回されてきたというか、流されてきたところはあるので、今、うん、はい、なるほどね。そう、今ちょっと改めてこう見返して、うん、振り返って反省して、うん、よし次みたいなね、うん、感じはありますけど、よし次、あの次の相手とかじゃなくて、わかるわかるわかる。今微妙などっちとも取れるなと思ったけど、でも言ってる意味は分かった。うん、うんうんうん、そうそうそうです、ね、なんだろうな、この年になって気づくこととかやっぱあるある、うん、この年になったからこそ、うん、こう復習できるというか、うん、見返せるっていうところはありますね。 ね、うん、なんだろうな、うん、もっと大事にしておけばよかったなって、若い時の人との出会い、なるほど、ね、あの仕事関係の人でもそうだし、なんか友達だったりもそうだし、うん、もちろんそれでよかったって思う部分もあるんだけども、うん、なんかそういうのはあるよね。ありますね、今だから思うことみたいな、うんうん、たくさんあります。そう、あとよくね、恋愛だとどんな人がタイプとか、どんな人が好きなのって聞かれるのね、うん、でも自分では私分かんなくて。そうですね、うん、でも美里ちゃんが私のデータを弾き出したの、うん、上手ですからね、あの子ね、あの子すごいわ。エリュウさんは可愛らしく笑う人が好きなんですよねって言われた時に、本当だそう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 、本当だと思った、うん、笑顔はやっぱり大事にしてるんです ね、 ね、うん、なんかこうやっぱりね、うん、いいよね、素敵な可愛らしい笑顔で笑う人が好き。そう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 、うんうん、そういう人が好きだな。そうですね、友達でも何でも。そう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 、わ、うん、かります、うん、昔はレイは顔で選んでました。そうなんだ。そう、選んでるけど、あのみんなにはやっぱり不評でしたね。そうなのね。私どうかな、顔で選んだことあります？かっこいいとかは言うけども、うん、実際どうだろう、私どっちかっていうと、うんうんうん、なんだろうな、なんだろう、こう、なんなのかな、どっちかっていうとフィーリング、フィーリング、安心感のある人。あー、うん、そっかそっか、うん、ただちょっとこれを今言いたくないのが、うん、私カウンセラーを育ててる、マスターというか先生が、うんうんうん、三上さんどんな人が好きなのって言って、私なんか掛け布団のようなじゃがいものようなほっとする人がいい。でなんかこう飛び込んでもなんかそのまんまこうくるんでくるんでくれるような人がいいって。はいはい、毛布みたいなね、うん、なんか背が高いとか、うん、なんかこんなんでこんなんでっていうのがあんまりなくって、そう、仕事は何しててとか、うん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 、そんなんじゃなくって、こうなんだろうな、なんかにじみ出てる感じってあるじゃない、ね、この人いい人なんだよねみたいな、うん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 、そういう人が好き。なかなかこういうの世の中なかなかね、なかなかね、なかなかね、でもやっぱり一緒にずっといるからこそ、うん、そういう人を選んでしまうんでしょうね、うん、だから時間かかるんですかね、うん、なんかね、安心して一緒にご飯が食べれる人が好き、うんうん、あ、そう、一緒にご飯、あ、そう、食べて楽しい人とかもあるけども、うん、ね、一緒にいて楽しいのはもちろんなんですけども、うん、いない時にやっぱなんかやっぱり一緒にいた方がいいなっていう思う人、うんうんが好きでしたね、うん、思える人、うん、うん、なんか一緒にいて楽しい人を選ぶのか、一緒に離れてて寂しいと思う、会いたいと思う人を選ぶのか、うん、うーんってどっち？どっちだろう、私両方だってさ、うん、会ってない時に、一緒にいない時に寂しい、会いたいなと思って、うん、一緒にいたら鬱陶しいなって思ったら嫌じゃない。確かにね。両方ありだったんですね。そうそう、両方ありよ。そしたらもちろん両方。でなんかご飯とか食べてても、うん、なんか私ご飯食べるの遅いから、うんうんうん、ご飯食べてて一緒に食べ終わる人がいい。ああ、なるほどね、ゆっくり食べてくれる人。うん、
くともいいの。あ、はい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 、全然早くともいいけど私が食べてる間、うんうん、なんか食べててくれる人、あは、うん、ね、お腹いっぱいになったねって言った時、うんって、同じ状態にごちそうさまができる人。そっかそっかそっか、うん、そうね、人によってはあの食べ終わったらすぐ立つとか、うん、すぐ行く人ってね、うん、いますからね。でもそれってやっぱり仕事柄とかもあるから、 そうそれを言ってはーとか言ってこられるとあれだけど、なんかちょっと今回、うん、あのやっぱりこう普段からとっても忙しくね、うんうん、お仕事なさってる方でそういう方がいたんだけども、早いっていう話をしたら、なんか とっても回ってくれたりとか、なんかこの人はすごい人だなって思った。な、うん、ね、心が広いね、うん、広い、ね、もうこの人はたくさんの人をこう愛で包んできたんだよなっていう感じのする人、うんうん、器が大きいんですね。大きい大きい大きい、すごい、キャン君すごい、ね、キャンさんニューヘアいいですね、もう、ね、かっこよすぎだよ、ね、毎回いい、ノイズきっと治ってると思います。キャンクがやってくれたので大丈夫かなと思います。はい、なんだっけ、はい、一緒にいて安心する人、そうそう、あ、その懐が大きい方ね、そうそう、あれ、あの、どうやったら男性は懐が大きくなるんですか、うん、器の大きい男性って。男とか女とか関係なく待てる人だと思う、うん、待てる人か、待てる人だと思う、うん、そっかそっか、うん、待つって怖いじゃない、うん、正直怖いですね、何が起きるか分かんないわけで、今すぐ知りたいっていうね、そうそうそう、うんうん、私待てない人っていうのは弱いと思うのね。そうですね、私がそうだったから。あ、そうなんですか。私待てない人だったの。へ、待つって怖いみたいな、はあ、でも今全然どうぞどうぞみたいな、うん、待てる、すっごい待ちますよね、うん、何度し相手が失敗しようと、なんだろうな、もちろんそれに対して嫌だよということは言うけど、うん、あの待つね、うん、チャンスもいっぱい与えますよね、チャンスも、うんうん、限界まで、うん、あのだって別に私なんかに、なんかを信仰してるわけでもないし、宗教に入ってるわけでもないし、うん、もし私たちを創造した人、作り上げた方が神だとするならばですよ、家庭ですよ、はい、神だとするならば、もしその人が作った私たちが不完全であるうん、と知ってて作ったならば、うん、これがダメだって思ってるならば、こうは作らなかったはず。そうですね。でも作った人がこれでいいと思って作ったんだから、うん、失敗してる自分を責める必要はないなと私は思うわけ、うん、でかといって失敗仕方ないじゃないって言うんじゃなくって、うんうん、失敗した自分をあれってはいちょっとやっちゃったなって、なんでやっちゃったんだろう、どっからどうなったんだろうっていうのをあのやっぱり内観するというか、うん、そこで自分を知っていくことが私今世での、うん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 、なんか自分のなんかよくみんな役割役割とか、うん、あのそれぞれの使命っていうけど、うん、私は大してこの世の中ので何かを成し遂げるっていうのが使命という感じでみんな通ってるけど、うんうんうん、私はそうだと思ってなくて、あ、そうなんですか、うん、私はそう通ってなくて、うん、自分が自分としてきちんとどう生きれるかっていうのが一番の使命だと思ってて、ね、じゃあそれは何かって、何かにつまずいた時、何かトラブル起きた時にそれをどうね、自分の中でちゃんと見極めて次の一歩につなげるかっていうことができる人間になるかどうかだと思うわけ。なるほど、ね、しっぽいだって失敗したことにとらわれていつまでもグダグダして、ね、時間をなんか使っちゃうことよりもいいんだよ、落ち込んでも何でも、うん、ただ落ち込んでもいいからだ、ちゃんと立ち上がればいいと私は思ってるわけ。 そうですね、その時間が人によって3日で大丈夫な人と1時間で元気になる人と3年ぐらいかかる人といるわけじゃないそうですね、その時間はその人なりのやっぱり必要な時間だから、それはそれで仕方ないと、うん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 、ただ大事なのは落ち込んでも何にしてもいいからちゃんと立ち上がって進む、うん、で立ち止まる時もあってもいい、うん、でもまた進む、うん、そのスピードは別に大した問題じゃない。うーん、走れるようになったら走ればいいし、そうですね、あ、今はちょっときついから座り込みたいっていうなら座ればいいし、うん、あのそれができるようになってって私はその人の役割を果たし始めたのかなと思ってる。なるほどね、うん、だから失敗とかこう
時として思ってることじゃないことの流れになることってあるじゃない、うん、ありますね、うん、予測不可能ですよね。そうそう、うん、そしたらちょっと待って待って待って、ちょっと今の話ストップって、私そうじゃないんだけど、俺そうじゃないんだけど、うん、ちょっと待ってって、うん、なんかそういうこと言いたいんじゃないんだよって、ごめんそんな風に取られたんならちょっとごめんねって言い直すことも、うん、私はいいのかなと、別にもうこの流れになっちゃったから諦めなくっちゃとか、うん、そうではなくって、何度でもトライはできるかなと。そうですね、うんうん、大丈夫だと私はいつでも思ってる、うん、はい、うん、レイ君どんな？それ聞いて、うんうん、使命じゃないんだと思いましたね、うん、こうずっとレイもね使命を探したんですよね、うん、やりたいこと、まあ、やりたいことはねもっと探してるんですけど、うん、なんかそれ聞いてちょっと軽くなったというか、うんうん、そう、なんか人よりも遅いなとか、うん、あのへこむなとか思ってたんですけど、うんうん、なるほどねっていう感じですかね、うん、使命は、うん、私あの使用の使書くじゃない、うんうん、私はあれじゃないと思ってるから、私だと思ってるから。なるほどね、はい、私でね、私の命だと思ってるので。なるほどね、そう、自分の命がこの続く限り自分らしく向き合って生きること、自分と向き合って生きること、自分と向き合うって一番きついことだから。そうですね、だって自分の嫌だって思うところ、ネガティブな部分も見なくちゃいけないわけじゃない。それも含めて自分ですからね。そう、人の嫌なとこは見やすいのよ、うん、あんたちょっとこれってさって言えるけど、うんうんうん、自分のって言われたくもないし見たくもない、うん、でも私ね自分の嫌なとこ結構見るのはそんなに辛くないの、うん、そうなんですね、うん、なんかもうやだまだそんなとこあんのかわいいとか、いやもうちょっとなんかこれからも伸びしろとか思っちゃう見てて見てて私変われるしとかね、そんな風に思うタイプ見て私もう嫉妬しちゃってるとかね、いや気持ち焼いちゃったよとか、うん、確かに、うん、あでもそれ聞いて思い出したんですけど、うん、今日、うん、自分で褒めることもしないといけないなと思って。そうそうそう、で今日ランチ行ってきたんですね、うん、あの同級生と、うん、小学生時の同級生で、うん、もう、去年、今年の2月にあったんですけど、うん、もうそれぐらいぶりで、うん、ですごいんですよ、うん、助産師さんで、うん、いろんな話を聞いてすごいなすごいなっていうことばっかりで、うん、今度イベントをやろうねってなったんですけど、うん、帰りに、うん、すげえなあいつすごいなとか、うん、なんか自分の周りすごい人たくさんいるなと思って。だと思うよ、うん、なんか自分はなんか取り柄ないなとか思ったりする時あるんですけど、うん、でその時も思ったんですけど、とっさに思ったのが、うん、いやでもいろんなすごい人が周りにいる例もすごいと思ったんです。そう、私そう思う、うん、そう、それは結構人徳というか、うんうん、私ね、なんか私自分のことすごいと思うのは、うんうん、みんなが助けがいのある私って最高と思う、うんうん、ね、本当そうですよね。映ってきたのかな、なんかできない私もいいじゃんみたいな、うんうんそんなことでもですよ、うん、何もできないけどってそう、なんかやっぱり謙虚さは必要かなって、うんうんうん、謙虚すぎて動かないっていうのは問題かもしれないけどあと感謝ですか ね、そう、うん、感謝ね、うん、確かにそう、レイ君もっと褒めていいと思う、うん、今日初めてやりました、頑張ってる、うん、ありがとうございます、うん、ご飯お腹空いてきたね、ね、ね、食べに行きましょう、肉いいですね、あお肉食べたいな、おいしい肉は食べたい、わなんかわさびでねあね、それぐらいのいい肉食べたいね、うん、そう、ね、かもう肉だけっていうね、肉肉なんでしょうかねこのテンションまあそんな感じでございます、はい、はい、そうね、なんかいいですよ、この後徳島のりょうちゃんのコーナーやっていきたいと思います。では後ほど、
はい、この、BGM 懐かしいと思う方がいるのか、何この歌、いつの歌、何何って思う方がいるのか、うーん、難しいところではございますが、徳島のりょうちゃんのコーナーをやっていきたいと思います。あのね、先週もちょっと、あ、いた？りょうちゃんの話した時いなかったかな、まだ多分いなかったかな。そっか、あの、うん、私たちの仲間うち徳島のりょうちゃんという面白いね、うん、キュートな面白いメンズが、うん、りょうちゃんの感想どんな感じ？ここで言っていいのかな、うん、面白い、そうね、面白い、面白い、うん、話題が豊富、豊富、うん、大人な男性大人な男性すごい特技を持っている、すごい特技を持っているそんな感じですかね、ね、うん、可愛らしいよね。あ、可愛らしいです ね、でもやっぱりいざとなると大人だなって、うん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 、あの安定感がある、うんうんうん、で素直だなって、確かに、うん、そういうね不思議なりょうちゃんでございますが、来週のうーんと番組、うん、そして、17日のオフ会に来ます、うんうん、で、このねりょうちゃんに本当不思議な特技があって、この間ちらっと話はしたんだけども、あのオフ会の時に、ちょっとこの特技で皆さんを不思議な世界にいざなってくれるんじゃないでしょうかね。ね、ダメだ、思い出しただけで、本当そうなんですよ。私の口からとってもなんか言いづらいんだけど、うん、そうなの、りょうちゃんは顔を見ただけでその人の隠してること、うん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 、普通の、人では分からないようなことが分かっちゃう。そうなんですよ。そうで、つまりね、言っちゃっていいのかな、どうします、もっと眠ります、言ったら来るかな、いや言ったら逆に来るかも、うん、はい、そう、隠し事ができないタイプというか、りょうちゃんが隠し事をできないのか、みんながもう隠せないというか、りょうちゃんは顔を見ただけでその人の性癖が分かるんですよ。そうなんですよ、すべて分かっちゃう。そうなんですよ。そう、なんか今まで俺がね積み上げてきたものは無駄じゃなかったというねで、この方が言うと、りょうちゃんが言うとすっごい爽やかなんだよね。爽やかですね。まるでドリフでも見てるような面白さがあったりね。そう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 。で、それを普段だとちょっと例えばこう彼と私会うかしら、うんうんうん、みたいな、うん、でやっぱり昔パイポの CM があったの、これで私は禁煙やしましたみたいな、はい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 、最後に男の人が小指立ててね、うん、私はこれで会社を辞めました、うん、じゃないけれどこの相性がいいのかどうかというのも俺分かっちゃうんだよねと言ってましたね。そう、でそんなセッションを実は、17日の、オフ会の時に来た人たちで、写真もしね、彼氏と来れないとかっていう人は、うん、いろんな方向から撮った彼氏の顔写真とかを持って来たら、このセッションを受けられます。通常だとすごい高いんだけど、なんか500円ぐらいでやってくれんじゃないかななんて思ってましてねワンコインで期待しましょう。ぜひみんな、はい、いらしてくださいで、なぜ今までオフ会の内容をそれこそ、うん、お知らせしなかったかというと、うんうん、ちょっと私たちもったいぶんのは好きなんだよね。そうですね。あんまりこう飛ばしすぎると会場準備が大変だからギリギリのギリギリで言って来れる人だけにしようと。で、なんだろう。で、そのオフ会の時に私からもちょっとサプライズで、うんうんうん、オープンセッションとしてそこでちょっとね、軽くみんなのこうキーワードだったりそんなのをお伝えしていこうかなと。豪華ですね、うん、なんかそんなこうねちょっと不思議な、うん、そんな感じなの私みたいなそんなキーワードをお伝えしながらの、うんうん、ほっとするような癒されるようなオフ会をしていきたいと思います。いいですね。で、会場は何せそういうちょっと内容なので、うん、参加しますという人だけに、うん、はい、会場はお知らせします、うん、途中でこう入ってこれないというね、まあちょっと私たちが準備してるのはスナックなんですけども、うんうんうん、バーあれはスナックバーだね。バーですね、うん、あれはでカラオケもありーの、はい、お酒もありーのソフトドリンクもありーの食べ物もありーの美味しいですよ。そう、うん、そんなのもありーのなので、締め切りは10日の日に締め切りたいと思います、はい、でも最悪どう？13日でもいいのかな人数的に。
そうね、結構少人数なので、うん、って言いながらもうちょっと10人になっててもうそろそろ本当はどうぞって言っちゃいけない人数なんですけどね。そうです ね、まああと3名とか。本当、うん、まあ、ね、早い者勝ちということで。そうですね、その時私たち立ってなくちゃいけないんで。いやもうね、その場所にはこう立って歌えるステージもあったり。あとそうですね、ね、ということはずっと歌ってるってことですか。そう、私たちは立って歌ってるんですよね。皆さんでそういう楽しい時間を過ごせたらなと思ってます、はいはい、一応どうしようかなと思ってるのが7時からにするか8時からにするか、はいはい、やっぱり7時からよね。7時からいいんじゃないですか ね、皆さんどうですかね、仕事間に合いますかね。金曜日ですからね、はい、私の膝の上もうめっちゃなんだろうね、クッションいいですよ。もう座り心地バッチリですよ、一服堂さん。はい、はい、だと思う。はい、本当にちょっと今悩んでることとかそういうこととかもちょっとそこでねオープンセッションしていって、うん、みんながこう前に進めたりとか、うん、ちょっと聞いてよこんなのとかっていうことも、うんうんうん、なんかいろいろやっていきたいと思います、はい、そこでも愛をたくさん溢れさせていきたいね、うん、本当徳島のりょうちゃん超面白いので、面白い、皆さんどうぞ見てもらってください、はい、もう私なんかね餃子食べながら言われて吹きましたからね。そう、かくいう僕もまだ真剣に見てもらってないので、うん、ちょっとその時にあどうだろう、どうしようかな。結構なんかみんな見てもらいたいんだよね。そうそうそう、自分で自分を知らないというか。そう、大事ですよ、自分を知るって、うん、もうね、うん、りょうちゃん面白いよね。面白い、大事、本当、うん、本当根本じゃないですか、うん、そういうね、性とかってね、そう今日ランチでも話したんですけど、助産師さんと、うん、ね、そこをきちんと伝えてないからおかしなことが起きちゃったり、ちょっと屈折した世界の方に行っちゃったりしてるわけじゃない。そう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 、やっぱりその辺大事かなと思いますね。思いますね。いや、ドキドキしちゃったけど、やっぱりりょうちゃんはお笑いでしか伝えられないという。なんか明日からまた出張で ね、海外の方に行くらしいんですけどもね。お気をつけて行ってくださいですよね。すごい、もうりょうちゃん、もうりょうちゃんも忙しいのよ。帰ってきてまたすぐ沖縄っていうね。すごいですよね。パワフル。パワフル。元気で。なんか可愛らしいというかね。ね、ちょっと憎たらしいというかね。そうなんですよ。本当に。私に、ね、メッセンジャーで寝ろって起こしますからね。もういい加減寝ろ、強気ですね、仕事しないで寝ろとか。コメント切れてます。はい、ちょっと遡りますね、はい、一服堂さん、あ、その前にタロスキさんですね、はい、のほんえりゅうさん、ラッダリルレレイくん、こんばんは。はい、こんばんは。そうです、はいはい、そして一服堂さん、まあよく言われることですが、好きになった人がタイプですなって。もちろん内面重視、多いですよね、そういう方ね、うん、はい、はい、そしてノイズの件、はい、大丈夫です、キャンさん素晴らしい、本当にありがたい、いつも、はい、一服堂さん、隠し事できないタイプですか、やばい。それともみんなができないんですかね。すごいな、豪華、ね、そうです、はい、もうぜひいらしてほしいなと思って、いらしてほしい、一服堂さんね、お会いしたいな、はいはい、会費の方をちょっとレイクの方からお願いします、時間と会費と。そうですね、はい、時間はですね7時から、11月17日金曜日、はい、来週かな、はい、来週ですね、時間は夜7時から、はい、会費は3800円になります、はい、でこれはドリンクもついてますけども、はい、飲み放題食べ放題、飲み放題食べ放題、はい、そしてオリジナル T シャツ付き、T シャツが間に合わなかったのよ。あら、そうなの？あら、そうなの。間に合うかもしれないけど。ちょっと頑張ります。頑張ります。お楽しみに。はい。ボスがいないとちょっとね、ね、T シャツのねデザインがちょっと来てるんだけど、色合いとか今ボスもとっても忙しくてね今。あ、そうなんですか、うん。なんかとっても忙しいみたいよ。あら、まあ、まあ忙しいのはねいいことで、人気者ですからね、うん。はい。仕事できますからね。できますからね、うん、早いですからね。早いですから。はい。コメント続きいきます。はい、タロスケさん。ただいまツイキャス切れたと思ったら iPhone のアップデートが始まって挨拶したところから今まで聞けなかった、あら残念、それはそれは後ほどまた聞いていただけたらと思います、はい、はい、そうして一服堂さん、沖縄に行くのは残念ながら無理です、関西中部来た時は参加できるかもです、はい、名古屋でも年内にちょっとオフ会をしようと思っております、うん、はい、11月末12月初め
12月初めぐらいんじゃないですか、ね、なんかその頃だよね、うんうん、まあ、その頃にオフ会をやります、うん、はい、またお声掛けさせていただきたいと思います、はいはい、そしてさっきの宣伝なんですけど、はい、Facebook でもページ立ち上げたんですよね、はい、ラジオネームと一緒で、はい、エリューの愛でサロブリーユ Facebook で検索していただけると飛びますので、はい、ちょっとアップデートしてませんが、はい、これからどんどんしていく予定なので、はい、ぜひ検索してみてください。皆さんよろしくでございます、はい、今日エリューの Facebook の方で、うんうん、なんかちょっとねいろいろ今回の観音様の見に行った仏像の見に行ったところのキーワードがちょっとずつ載ってるんですけど、多分これ分かんないと思うのよ、うん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 、で黙ってこう背中で語るみたいなね、そういう写真も載っけておきましたけど意味がよく分かんないですけど皆さんもどうぞチェックしていただけたらなと思います。はいはい、はい、でもよかった、本当よかった、よかったですね、圧巻だったよ。天候も大丈夫でした、うん、よかったですね、行った日凍えるかと思った寒い寒いんですか、うん、気づいたらね、うんうんうん、私空港のなんかちょっとそこでちょっと仕事しながら人を待ってたんだけど、うん、そしたらさふっと気づいたの、そしたらさ私だけなら半袖はぁと思ってみんなセーターとか着てんのにちょっと恥ずかしくなってまた上着てジャケット着て暑いと思ってでも脱いで着てでなんかそれを繰り返してね本当の方季節でね洋服買えますから ね、うん、ねおしゃれにね、本当なんか戻りたいわ、ね、その、ね、感覚に、ね、もう半袖で言いましたよね恥ずかしいったらありそう。でも今日もランチ行った時に、うん、一応今秋の季節じゃないですか、うん、でも沖縄今日暑かったじゃないですかしかもテラス席に座ってたんですよ、うん、半袖だったの僕たちだけで、うん、みんな秋服着てましたからね、秋服じゃまだ耐えらんの、暑い、ね、おしゃれだなと思ってね、うん、今日なんだろうな、なんかこうブラウスこれ着ようかなと思ってたけど、うんうんうん、とっても暑くって無理と思って、うん、結局またT シャツ引っ張ってこれかなみたいな、なんか秋服 T シャツってないんですかね、ねえどんな感じなんだろうセーター T シャツみたいなうわなんだろうな、私次の番組あるじゃない、うん、で3名でやってはい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 、番組で、うん、なんか私ちらっと星野源に似てるなとかと思いながら見てましたよ、ね、そうなんですか、うん、まあ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 置いておきますけど、はい、まあ、ね、すいませんはい、はい、あらコメント ありがたい、たるすけさん、はい、Facebook のリンクを貼ってくださってます、ありがとうございます、助かります、そうだよね、はい、そうすりゃいいんだよね、こういうあれなんだこれクリックするとね、エリューさんパッて飛んでくれるんです、あ、そうなのね、はい、なんか先ほどメールが来てるということで、はい、来てます、はい、よろしくお願いします、はい、こんばんは、エリューさん、レイさん、美里さん、今入院中の沖縄市のつかぴーです。今日心臓の検査をしました。前より良くなっているとの結果でした。よかった、いろいろやりたい目標が見つかりそうです。今日も愛してる言っていただけたら感謝です。エリューさん、レイさん、美里さん、今日もいっぱいの恵みの言葉ありがとうございます。またメッセージします。はい、つかぴーさん愛してるよ、つかぴー愛してるよ、うん、はい、続いてまたあるんですけども、はい、ジェヒョンさんからです。おっと、はい、姉さん、俺のレイ君、こんばんは、と。僕の場合既婚者なのに愛が止められない。彼に会いに沖縄に行きましたね。二人っきりでランチにも行きました。勇気を絞り出してアタックしたけど玉砕。その数ヶ月後生放送で結婚しましたって報告が。それでも好きあの方ですね、あの方なんですか、とっても素敵な、うんうん、あれ言っていいのかな、パーソナリティの方で。あ、そうなんですね、素敵な方でしょ、有名な大好きなんですね、ジェヒョンさん。そうそうそう、なんか、うん、あ、ね、ジェヒョンはああいう人が好きなんだよね。もう素敵な人、スラッとして、あ、なるほど、ね、本当にもうかっこいい、ナイスガイというか。へえ、うん、後で教えてください。オッケー、オッケーこの2通ですね。そう、ちょっと待ってください。あ、そうですね、はい、あ、また来てます、はい、すいません。本日もこんばんは、エリューさん、声聞くだけで元気もらえます。んじゃあ、くにちゃんさんです。くにちゃん、うん、ありがとうございます。くにちゃん、くにちゃん、くにちゃんは、私いつもくに、うん、ちゃんは誰だろうと思ってね、結構来てますけどね、くにちゃんさんから。ね、ありがたい、ね、ありがとうございます。くにちゃん、誰だろう
いつもくにちゃんが誰なのかなってとってもこう大体あのなんだろうなリスナーさんで、ね、この人あの人ねあの人ねっていうのが、うん、分かるんだけどくにちゃんの気は分かんないのよ私そうなんですね気になって気になって眠れない、ね、ごめんなさい眠れてますけどね、はい、すいません結構頻繁にねメッセージいただきますよね、はいうん、ねえ、はい、くにちゃんくにちゃんですいつもありがとうございます、はい、ありがとうございますなんかねコメント来ておりますはいコメント来てますタロスケさん、はい、ツカピーさん聞いてるかい元気になったらプレゼントをしたお揃いのキャップで一緒に歩こうぜ楽しみにしてるよだそうですわーいいねいいですねいいですね、うんうん、いいなオフ会どんな格好するあなんかコード決めますなんかどんな格好かなどうしようねどうしましょうかっこよく決めるかいつもの感じでいくかカジュアルでいくか上は T シャツ上は T シャツ T シャツはい下は短パン分かんない短パン西間通り私短パンは無理なるほどねうんいいですよ T シャツカジュアルな感じですね、うん、じゃあ上だけは T シャツうんあでも T シャツ無理な人もいるかあそっかうん、お声掛けしてる人で、うん、きっと T シャツ入るもちろん入るだろうけど着ない人いますからね。ね T シャツは嫌って言っても、うん、いいですご自由になさってくださいもう好きにどうぞって、はい、僕たちのコーデをね、はい、上 T シャツで、はいはい、って言って私違うの着てるねあそうだったみたいなそんなもんですねはいすいませんなんかみんなでねでも本当楽しい時間を過ごしたいと思います、うん、はい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 コメント入っております一服堂さん結局自由ってモットーですからねはいはいドレスコードは、うん、ドレスコードだったドレスコードはい1000円以上あなるほどね1000円でお願いしますみたいななるほどね本当は500円っていうことだね999円の T シャツはなしっていうことですねあいいよ500円でいく沖縄下手すると300円の T シャツあるからねいけますよ、ね、すごいなはいもうそんな感じでそんな感じです、はい、いいですねはい、はい、あ面白いのも来てますねえ太郎介さんドレスコードモヒカンタンクトップハーフパンツで、はい、沖縄今それでもいけますからねはいじゃあてなわけで皆さんオフ会の方の、期限が申し込み期限が迫っております、うん、ではその辺も皆さんチェックしてみてください。ではでは。はい。いやーなんかね、うんうん、やっぱりいろんな出会いってあるわけじゃない、はい、私たちもこうやって出会って今こう出会って知り合って、なんだろうな、うん、いろんなことがあってつながってなんかこのご縁って本当になんかこう不思議といえば不思議だし、うん、当たり前のように用意されていたといえば用意されていた、うんだからなんかいつも不思議よねって言いつつそう言いながら私はこうでもやっぱりこれが
望んでたことだったり、うん、自分たちで決めてきたことなんだよねってよく人とお話しするんだけども、はい、あのレイ君はどんな感じ、人との出会いとかご縁とか。出会うべくして出会うっていう感じですかね、うんうん、一瞬のタイミングも逃さず、うんうん、本当になんかなんだろうな、いいタイミングで、どんなに罰の悪い状態であっても、うん、それはもうこれ以上ないというかこの上ない絶妙なタイミングなのかなって。そうです ね、うん、だからこうなんかボロボロになってこんなの見られたくないって思う時に出会っちゃう人もいるわけじゃない、うん、なんでとか、こんな今日こんな感じなのにとか、でなんかこう本当に傷ついてちょっと前に進むのがなって思ってる時に出会った人、私なんかそういう人に結構勇気今もらってたりとか、うん、あこんないい人、うん、私いいんだろうかこんなご縁結んでもらっちゃってっていう人がこの頃とってもね、レイ君もそうだし、ありがとうございます、ねえとっても感じるわけで、人とのご縁、本当になんかご縁って言ってもみんなご縁って言うとこう向き合って、そうね、ね、あどうも初めまして、うんうんうん、ね、じゃあよろしくねっていうのを全てのご縁がそうだと思ってるかもしれないけど、すれ違うだけの人もご縁なんだよねって私は。そうですね、うんうん、だってすれ違うこのタイミングのすれ違い方で、うん、またなんかが見えちゃったりする時ってあるでしょ、はい、だからいろんななんかこう立ち位置でいろんなものを見せてくれてるなって、すごいなんていうのかな、今まで見てる角度とは違う角度で人を感じるようになってきたかな、はあ、そうなんですね、うんうん、だってさ、いやこんないい人と出会って知り合ってなんかご縁があって、こんないい人と出会ってよかったじゃなくて、私こんないい人と出会ってよかったんだろうかって泣いたじゃないこの間。そうですね、レグーってこんないい人と出会っていいんだろうか私でとか。確かにね、うん、すごく心が綺麗な人とかってなるとそう思っちゃいますね、うん、ねえ、なんかトンチンカンなほどいい人なのよそうなんですか。そう、トンチンカンなほどいい人なもんだから、うん、人とのタイミングが合わなかったり、なるほどね、なんか逆になんかなんていうのかな、この人の良さが伝わってるんだけど、伝わってるしいい人だなって分かってもらってるんだけど、本当の深いところの良さが伝わってなかったり、それで傷ついちゃったりとか。なるほどね、うん、でも本当になんかこの人はいい人なんだなって。純粋なんですね。純粋だと思う。 なんか素敵な人とのご縁をなんか感じますね、うん、ありがたいなと思う、うんうん、出会えたことに本当感謝ですよ ね、うん、なんかこうそういう人たちはまた大切にしていきたいなって思うよね。思いますね、うんうん、レイ君はどう、ご縁に関して感じるものっていうのは。ご縁に関して感じるもの、うん、最近、まあ、友達にしろそうなんですけど、うん、今まで、うん、あまり意識して考えなかった、例えば、うん、親戚のおばちゃんとか、うん、親戚でも何でもないけどおばあちゃんの幼なじみのおばさんとか、うんうん、生まれた時から知ってるけど、でも生活とかそれ以上のこと知らないんですね、うん、でもなんだかんだ言って一緒にこう、うん、見てくださってるんですよね、成長してる中を、うんうん、なんかこの間も一緒に買い物行って、うん、特に何があったわけではないんですけど、うん、なんかこの人ともやっぱり縁があったんだろうなとか、うんうんうん、この人に出会えて学ぶことがあったのかもしれないとか。本当そうよね、なんか私よくさ、嫁シュートだったり、うん、いろんなことがあったりするじゃない、これも私ご縁だと思ってるわけ、うん、でよくなんかうちの主人のお母さんはとかお父さんはとかうちの嫁はっていう話を、うん、まあ当たり前のように
耳にするわけで、でも私なんか不思議だなと思うの。私ね、あの離婚卒業者というか離婚中退者、離婚中退者じゃない、結婚中退者なのよ。で、あのある人に、私卒業、離婚卒業しましたから、あ、離婚じゃない、結婚卒業しましたからって言ったら、お前中退だろって、卒業はちゃんと寄り添って生きて最後まで行くんだよって言われて、じゃあ私中退かなって、でもこの中退は無駄ではなくて、お互いに、新たな道を次のご縁に向かって歩ってると思うんですよねって。そうですね。でもその一緒にいる間に感じたご縁っていうものが、私はねって話になった時に、このなんだろう、合う合わないというものよりも、なんかこの私には不思議だったわけ、どうしてこの人のお父さんお母さんと喧嘩したりいざこざがあるのかなって、もちろんなんかね、とか感覚の違うこととかはもちろんある、でもその時に私が思ったのは、何か私が見えてないものが見えてるんだろうなって、違う角度から見たらきっと私はそう見えたんだろうなって。で、注意された時に私はお父さんとかお母さんの隣にタカタカって行って、私のいる場所をこうやって見るんだよね。そうするとお父さんとかお母さんがどうしたのっていう、私の位置からは見えない何かがきっとお父さんとお母さんには見えたんですよねって、だからこっち側に来たんだけどまだわからないって、だから教えてって言ったら、そこからなんかうちの嫁はみたいな、なんか面白いなこの子って思ってくれたみたいで、で、なんだろうな、あなたは思わないのって、お父さんうるさいとかお母さんはとか思わないのって、だってお父さんとお母さんがいなかったら私結婚できなかったわけでって。本当そうですね、それ思ったら、相手ももちろんだけどそれ以上にお父さんとお母さん大事にしないとって思うんですよねって、そうねだからこの人とのご縁はこの人の上にいる、まあ、お父さんとお母さんもご先祖にあたるわけで、なんかこうこの人たちのおかげなんだよなっていつも感じるというか、でもちろんね、あの意見の合わないことで、え、お母さんなんでとかお父さんなんでっていうのはあったけど、でもそれもゆっくり話をしていけば全然大した揉めることではなくて、お互いにどっかがずれて寂しかっただけとか。そうですね、だからなんかね、あの周りもなぜ離婚したのというぐらい仲が良かったというか。そうなんですね。そうただ一つだけを、レイ君たちには言ったけど、そのことがあったかために、なんか難しいなと思っただけで、あのなんかね、ただやっぱりこうご縁っていうものは自分たちだけでつながってるものではないなと。やっぱりいろんなことの流れ、つながりで、あのできてるのかなって。そうなんですよね、些細な関係でも、それもご縁なんですよね。そうだから、こう例えばこうやって番組やっててギャラリーのところに次の番組の方がいるとか、誰かこうリスナーさんがいるとか、そういうのも含め全てこうやって番組やってる時に外を通る、このタイミングで同じこの時間の流れの中で同じ時を過ごす、だってどれだけの人がこの世の中にいるのって。本当そうですよね。もしかしたらこの地球上にいる人たちだけが生命体ではない、と捉えてる人もたくさんいるわけで。そうですね、だからそんなのを考えたら、ご縁って無限だなって。本当無限ですね。そう、生命体は無限、でもご縁って、ご縁ってどうなの？見えないものですからね。だから私は愛されてるとか、私は大丈夫って思ってれば思ってるほど素敵なご縁が巡ってくるような私は気がしてて、だからこういうなんか素敵な人たちに巡り会えてるのかなって、でこの間嬉しかったのが、この次のね番組のギノガルフさんの番組を、見に来てるリスナーさんが、リュウさん、ちゃん好きだったのとかって声かけてくれたりとか、なんでなんでって、先週休みだったらなんか曲がずっとちゃんかかってたからさとか、そういうなんかこうね、
ちょっと気に留めてくれてるとか、あれ感動しましたね、うん、聞いてくれてたんだっていう、そう、なんかこう仲間扱いをしてくれてるなんかそれが嬉しいというか、なんか同じ立ち位置で見てくれるとかね、なんかそれって嬉しいかなって嬉しく思いましたね、はい、うん、思います ね、 ね、ちょっと間にコメントを挟んでいきたいと思います。はいはいはい、はい、どこから行こうかな。ナチュビンさんこんばんは、はい、だそうです。はい、こんばんは、待ってましたよ。はい、はい、そしてシロさん、仕事中ではまた仕事に戻ります頑張れはい、そしてゼンボズさん、愛してるよだそうです愛してるよナチュミンさん、地球外生命体とご縁あるだろうか。なんかありそうじゃない？あると思いますよナチュミンさん、ありそう。知らない間に会ってるかもしれないですね。そう、もしかするとこんな格好してるけど、もしかして、もしかして、そうなんかこうね、嬉しいですね。あの、私たちはこう愛してるよって発信する側ですけど、こう愛してるよって帰ってきたら、ね、なんか嬉しいよね。ね、嬉しいですね。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいですね、うん、そんなこんなでレイ君のこのご縁っていうのを、はい、なんかもっとどんどん広げて、本当ですね。そう、エリュさんのおかげでどんどん広がってますので、なんかね、感謝してますよ。なんかさ、この間も出張に、あれどこに行ったんだっけ、美里ちゃんと行ったのはどこだっけかな、伊勢、伊勢、二人で行ったやつはどれだっけ、違う、東北じゃない、その後美里と行ったのは伊勢、伊勢、うん、伊勢行ってない、まだ伊勢行ってない、あ、伊勢じゃないや、東北のあれでしょ、はい、なんだ、デート二人はまだないですよ。そうだよね、うん、どこだっけ、あ、違うや、3人で行ったけど、私と美里ちゃんが朝の太陽を撮りに行ったんだ、うん、あ、そう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 、それで、あの、静岡出身のおばあちゃんと出会って、素敵なおばあちゃんだったね、うん、写真をね、3人で撮ってお友達になっちゃってなんかそこで息子さんと、あとご主人と3人で旅行に来ててっていうね、うん、そういう方と出会ったかと思うと、また違うところで、うん、またこう、あの、出雲の浜辺で画家の方と出会って、うん、80何歳だったかな、また素敵なね、うん、方と出会ったりとか、ね、ご縁ってこうやってつながっていったり、約束してたご縁とかもあるだろうしね。そうですね、どんなご縁が広がるんでしょうか、楽しみでございます。はい、なんかこのビーチボーイズの素敵じゃないかを聞くたびに、なんか心がワクワクして、なんかこう、なんかいいことがやってきそう。そう、さっき話したご縁のように、なんかキラキラした思いを持ってる人が目の前にやってきそう。そして仲間としてまた一緒に何かをやれそうな、そんな気がしてくるようなこの曲が大好きで、日だまりの彼女のね、挿入歌でもありますし、なんか好きなんだよなこの曲。はい、なんか今日はなんかついついこうどうしてもやめられないこととか、ご縁という話をこうね中心に話してきたわけでございますが、皆さんの中にご縁っていうとどんなものがあるのかな。今はね、例えばこう今までだったら本当にこう実際に会うというか、もう顔と顔をというかね、合わせての出会いっていうものだったんでしょうけど、今はネットとかの社会になってきて、このフェイスブックとか SNS とかでね、いろいろこうつながってて、それもまたご縁なのかしらって、ここからねお友達関係が広がったりとかいろいろあるわけで、なんだろうな、だからどんなつながりであれ、最後にどんな形でなっていくのかなと思いますよね。なんかレイ君に振っちゃってる私がいますが、なんだろう、愛してるっていう言葉って
ていうのはなんか私人としてのこのベースにとってもなってるかなと。愛というものなんかこう何かをするにもこの勇気が湧いてきたりとかなんかこう癒されたりとかなんかねそんな感じの全てを許してくれて全てを受け止めてくれてそんな大きな愛がいつでも自分の中には存在していることを信じていたい私でございます。そんな中で、ね、なんかこうたくさんの人たちとこうやって電波を通じても出会っていることだったりなんかそれがまた嬉しくでいろんなところに足を運びながらまたそこでつながっていくというか、今年なんかはさっきも話しましたが12月初めになるかどうかその辺中部の方名古屋あたりそして伊勢の方三重県の方でちょっとねオフ会を開こうかなってちょっと希望を聞いてどっちで開くか決めていこうとは思うんですけどもまあそんなところでまた新たなご縁が太くねなってって次に次に次にと未来に押し出すような感じで私この頃ラジオネームでとても気に入ってるのが送りバントさん。ああなんか素敵ななんかラジオネームだなって思っております。なんかこうね誰かの背中を押すというねなんか素敵だなと思っております。こんなご縁がずっと皆さんと紡いでいけたらどんな素敵なことがね待っているのかなって思っております。ああなんか嬉しいコメントが来てますね。全坊主さんもう嬉しいなもうやっぱりコメントはレイ君かな読めるかな、はい、ちょっと手助けお願いします、はい、袖振り合うも多少の縁、はい、そこの辺で、はい、出会った人はもしかしたら前世では配偶者だった人かもしれないので見知らぬ人も大切にしようね。本当そうですよね。そうですね。なんかどの人もなんか雑にはできないなって。たとえ相手がどんなスタンスで来ようとも自分のスタンスは変わらない。それが一番なのかな。人と向き合うとき、いちいち相手がこうだからああだからっていう揺らいでる自分はあまりどんなもんかと。ブレないから相手は安心してやってくるというのが徳島のりょうちゃんの見解で、うん、それを聞いた時そうだなと、うん、りょうちゃんの安心感はそこなんでしょうね、うん、おかしなことをずっと言ってますが方のスタンスの変わらなさが人の魅力なのかと、うん、可愛らしさとともに不思議な ねエネルギーを放ってますがそんな中でもまたみんなでご縁を感じながらつながってて確かに全坊主さんそうですよね。はい、うん他にもコメント来てますね。はい来てますね、はい、スイカタンさん、はい、こんばんは。お題は宇宙人なのかな。お題は宇宙人ではないんですけどもでも宇宙人でもいいですよね、うん、なんかねご縁は決してこの地球上のものだけではなくて生命体すべてということを考えたらそうなのかねっていう話に行ってました。もし面白いあれがあったならばぜひよろしくお願いします。初見さんですよね。どうぞこれからもよろしくお願いします。はいはい、はいはい、そんな感じで、うん、ナチュミンさんの方からも来ておりますね、うんうん、はい来てます、はい、はいはいはい。ナチュミンさん、そういえば私の周り不思議ちゃんが多い気がします。 UFO で銀河系クルーズとか行ってみたいなね、銀河系クルーズね、うん、もう叶いそうですから ねでもなんかよくねなんかこうなんだろう普通にね私が聞いた情報、はい、だから真実かどうかは皆さんに任せます。どう受け取るかは、うん、よく飛行機を、ね、操縦してて、はい、自分たちをちゃんとビデオで撮影してるらしくて空とかいろんな情報をね、はいはい、でそういうものが映ったらやっぱりまずいと、うん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 、映らないようにあ来たなと思ったらカメラの位置を変えるということを聞きましたよ。へー、うん、でそれを映しちゃったらペナルティみたいな。なるほどね、うん、言っちゃったらもうね、うん、首って言いますもんね。そう、うん、だから普通に何だろう
民間会社の飛行機を操縦してる方とか、うん、ヘリコプターとかいろんなねやってる方は、うんうん、あの普通に見てると思いますよ、うん、という感じでなんかつぶやきでした。はい、はい、どうですかスイカタンなんか宇宙の話になったらなんか乗ってきてくれるのかななんて思いましたが、ね、そんな感じであの、うん、いいかなこんなご縁もあったりあんなご縁もあったり、ね、そして私たちがご縁を結べるのも、うん、私たちがこの、なんだろう一番この人という生命体の先端にいるという、うん、私たちの今まで後ろにいてつながってきたご先祖がいて初めて私たちが今ここにいるという、うん、本当そうですね、それを意識したならばここでバカなことというかね、うん、雑な生き方はできないかなと、うん、そんなのを感じるお年頃でございます、はい、はい。もうね2時間あっという間でした。今週も、来週はあらやだってりょうちゃんのあのね独特なね言葉が聞けるかと。あいやりょうちゃんはやっぱりあらやだよね。あらやだね、うん、エリューさんの真似らしいですけど。あれ私の真似なのって聞きましたよ。私あらやだって言うたまに言いますね。どんな風にわかんない、ちょっと今度うん、録音しときましょうね。やだあらあら私あら言う、私りょうちゃんとかやだは言いますけどね。やだとかあと何あとよく言うのがいい加減にしてとか。あーそうです、うん、勘弁してくれないとか。勘弁はよく言いますね勘弁してよとかね、うん、言うかなね、うん、あらやだ、うん、なんか私の周りにあら言う人がいっぱいいるんですね。例もそうですもん ね、うん、ねあらあらって何みんなとか思っちゃってあらあらって何よと思って使いやすいんですよね。ねえ、うん、あナチュミスさんオフ会これそうですか。ねえ、ねもうぜひぜひなんか暴露トークも含めいろいろやっていきたいと思うやだそういうことあらやだってそういうことは来週ほんまもんのあらやだが聞けるのでぜひあのいらしてください元祖とジュニアがね。そうねそうね、かわいいのよジュニアがもうね。あらやだあらやだ言うんでしょうね。あらやだ私言う、あらやだ言わないと思うけどやだは言うけど、やだがちょっとあの、うん、女性らしさのあらをつけて、うん、あらやだなんですかね。私あら言わないと思ってたけどこれからなんか多分でもこれから使うと思いますよ。なんかやだ意識しちゃったからやだやだやだ言わないし、そこにあらをつけてなんかね、やっぱりこういろんな人たちと出会い始めて、うん、あってふと思うよね。あの人に会いたい、やだ高松マリンさん遅かったよ遅かったよ、どうしたんだい、ご飯でも食べてたのかいいらっしゃい、ようこそ、ね、ギリセーフみたいなね。もうなんかね、吸い方面白い、なんかウケるって、ウケていただけたならいいの、いいんですけどね。もう来週もっとゲラ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 笑うような、どうやってりょうちゃんをこう静かにさせるかみたいな確かにねえ、ちょっとそういうトークもね、うん、含めながらいいですね、なんかこうりょうちゃんならではの、そうですね、ね、うん、あの人の不思議なパワーというかね、力をちょっとみんなにもね、うん、はい、誰がその相手になるかですね。レイ君見てもらうでもやってもらいたいですね、自分を知るっていうことで、うんうん、知っているつもりですからね、うん、つもりが当たってるのかどうなのか、うん、私は当たってるっちゃ当たってるけど外れてるっちゃ外れてる。なるほどね、うん、どういうことでしょうね。相手によって変わるもん。ああ、ブレブレじゃないですかエリューさんブレブレですね
なんか美里ちゃんとそれ言って大笑いしましたけどね。まあね、来週本当なんだろうな、うん、来週はそのなんか不思議な、あのりょうちゃんの不思議な世界へようこそっていうのもやりたいですね、うん、いいですね、でもようこそというよりもどっちかというとりょうちゃんの方が、うん、あなたのね、うん、世界にお邪魔しますみたいな感じだよね。うん、確かに、うん、あ、ども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 そう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 、ちょっと失礼しますみたいな、ちょっと覗きますよみたいなね。そうそうそう、もうやだよ、サクッとサクッと、ほんと面白いから、うん、楽しみに、多分会った瞬間から始まってんでしょうね。始まってんのよ、やっぱりそこ気になって見るらしいよ。あ、そうなんですね、うん、好きなんですね。好きなんね。この間もなんか行きつけのなんかね、大阪のバーに行ったらしくて、うん、それでもう盛り上がったらしいよ。ネタになりますからね、なるからね。もうりょうちゃんそれで頑張ってくださいみたいな ね、はいはい。スイカタンマダムのあらやだは色気あるって。あの2丁目の方のマダムでしょうか。でしょうか、ね、なんかいいよね。でもりょうちゃんそっちっぽいよね。ほんとそっくりなんですよ。そう、色気ありますからね、うん、りょうちゃんね、ありますあります、あるある、あの男じゃないね。そう、中性な感じが、中性だね、うんうん、皆さん本当来週お楽しみに、うん、りょうちゃんのあらやだ、あらやだ、あらやだから始まるかもしれない。やだ、あらやだ愛してるとかね。あらやだ愛してる。いや、まあそんなね、こんなで、はい、来週はもうば何暴露ネタになっちゃうんだろうかね、うん、どんな風になるかちょっと楽しみでございますが、はい、まあまた、うん、ナチュミンさんニューハーフじゃないの、れっきとしたおじさん。おじさんです ね、もうおじさんなんだけど、なんかゆったりやったりがなんかちょっとそんな感じもありますというね、楽しみにしててください。そんなこんなでレイ君から今週もなんかそろそろなので、そろそろなので、はい、愛してるよみんな、愛してるよ、来週もまたみんなのお耳にかかれるように頑張ります。じゃあねー。